みほちゃん、はい、今回は、練習器具についてちょっと撮りたいと思います、はい、ですね、なんか前にお兄ちゃんがみほちゃんに練習器具あじゃないこうじゃない言ってたことありましたね、はい、はい、で早速なんですが、はい、みほさんが欲しいと思う練習器具ってどんなものがありますか？お兄さんと話した時のは、やっぱりその飛距離アップになるような練習器具が欲しくて、なおかつその家の中で触れるのが欲しいなって言ってたんですよね、うん、言ってもなんかイメージしづらいじゃん。だから今日はいやなんか紙とペンをマジックを渡されたんですけど、まあ家で触れるってことはまず短いじゃん、はい、ドライバーの形をした方がいいのか、まあしてはそうじゃないのか、してなくてもいいんですよね、してなくてもいい、その重ければで短くて重いものまず、はい、短くて重くてこう太さとかはシャフトとかはやっぱ入れた方がいい。シャフトはそうですね、あった方がいい。うん、シャフトというかそれともなんかちょっとバットみたいな、お木、いや木っていうわけじゃないんですけどそれかあのスチールなのか、あグリップの部分はちょっと同じぐらいのサイズ感がいいかなとは思います、ね、じゃグリップあります、はい、短いです。シャフトか、まあ、スチールかバットみたいな。別にあの形はいいんだね。ちょっとなんか急に言われたんで何の想像もしてなかったんですけど、なんで急に絵描けたの？なんかここに書いてあるんだよね、美穂さんに絵を描いてなんだろう、どんなんがいいのかな。なんかでもちょっとこう、おお、まだわかんないですけど、いいじゃん、なんかぽいぽい布団叩きえ、でもすごい、まだ何これって感じですね。いい感じだよ。これはグリップ、今までない感じ、当たり前だけどこの部分グリップで、でちょっと素振りしてて思ったのは、ちょっとできれば柔らかい素材の方がいいかな。少しグリップは、グリップが少し、はい、なんかあんまちょっと使ってたのが少し、なんだろうな、Eスイングとかは柔らかめなんですけど、硬いのもあるんですよ。でもいっぱい打てたの痛いよね、痛くなっちゃうんで、ちょっと柔らかめの方が良くて、少しこう羽子板みたいな、おお。羽子板にした理由は何かある？え、なんかちょっとフェイス面意識しやすいかも、うんうんうん、ただの棒とかより、うんうんうん、硬さとかどう？硬さはちょっと正直私重ければいい、室内で触れて重い方がいいっていうだけなんで、あんまり形とか別にしなりとかはいらないです。あ、そう、うん、なるほど。だってバットってしならなくない、なうん、でもなんかしなってる、しならないけどしなってる、あ多少なりとも、うんうん、そうなんか多分そこまでしならなくていいかなと、重さがあって、うん、ちょっとまだこれが分かんないですけど、なんかもっとなんか分かんない、入れたいものとかないか、こういう模様こういう模様欲しい模様模様ってか、なんかフェイスだとさ、なんか意外にああいうなんかマークとかついてるじゃん、ピューってフェイス面とかああいうのついてるじゃん。あー、なるほど。どうなんだろう、ここの成分っていうか、あれは何で作るの、素材。いや、考えてなかったでもなんとなくでいいです、なんとなくもうこれが絶対じゃないから、ドライバーの素材で作るのか、でも重いからね、ドライバーの素材で中を重くするってことだし、ま、でもそっか、ある程度その大きさがないと重くならない。そんなことないんですか？小さくても重くしようと思って、そしたらなんか重くなる素材で、それでボール打つわけじゃない、はい、ボールは打たないです。本当に素振り用の器具で。この短さってさ、どれぐらいで思ってる？まあ家で触れる範囲なんで、もともと使ってたその練習器具あるじゃないですか、それよりもうちょっとだけ短いのがいい。意外と触れないよね、
意外に触れないよ。そうだよ、はい、マンションとかだと結構ちょっと、はい、あれなんで、少しまあ室内で触れるようなのが。わかりました、ちょっとよかった。やっぱ絵描いて謎の形ですけど、具体的になんかもんじゃもんじゃ、ね、もんじゃ的な。はい、美穂ちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。もんじゃ練習器具がいつかね現実になるようにまあでも今パッと考えて書いただけなので、あれがいいかどうかはちょっとまだ分かんないですよ。なんかソースの絵とか書いてそこにのりとかちょっとつけちゃって美味しそうみたいな。なんか皆さんもこういうのが欲しいなとか、うんうん、あればね、あれば、うん、あのコメント欄にぜひ書いてほしいな、こういう方がいいんじゃないのとか。ちなみにみほちゃんはさ家に練習器具ってどれぐらいあるの？そのヘッドスピードを上げるっていうことじゃなくて言ったら多分10個ぐらいはあると思う。お、結構もう使ってないもの？使ってないものも全然あります、うん、でもなんかたまに思い出してたまに出してきたりとか。おお、なるほどね。私もなんかなんだかんだいっぱいあるな。ありますよ、なんかある、なんかいいなって思っちゃいます。そう思っちゃうなんだろうね、あのなんか練習器具欲しくなっちゃうんです。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。